はい、どうもくまです。ドラクエウォークやっていこうと思います。ブラバニクイーンとレベル30倒していきたいと思います。今回、メドローアの武器ということで、賛否両論ですね。はい、あると思いますけども、個人的にはね強いと思っております。引けてラッキーだったなと思っています。というか、メドローアが出たらもう引こうって決めてたんで、全然後悔はないかなと。もちろん修正もきっとこれから入るでしょうということで、メドローアをひたすら使っていくよと、ひたすら使って倒していきますよということで、アンコール戦法ですね。はい。でですね、ちょっと特殊な仕様というか、少し難しい仕様かもしれないんですけども、メラの属性、ヒャドの属性が完全に合ってると、暴走率だとか、山びこ率が変わってきますよという仕様になっています。なので、そこの数字が、10%、最大で 20%、以上合ってると、より効果が高いよということなんですけど、心的にはゾーマ、覚醒竜王、エビルプリースト、そしてポップというような感じで、フレイザードとか入れたりとかもしてないの で、どちらかというと、無属性の呪文なんで、ちょっとこう無属性の呪文ダメージが上がるような、イメージで、あとは15%ぐらいずつ、ヒャドとメラがあって、少しこうパーセンテージが上がってくれればいいかなぐらいの、感じの心構成になっております。皆さんいろいろこう心のこういじくり方がねあると思うので、どれが一番いいかっていうのをね、また今後考えてやっていきたいなと思いますけども、この大魔導士がまず非常に強いんで、この連続呪文とか入ったらメドローは多分めっちゃ強いですよね。めっちゃ強いと思います。平均でやっぱり簡単にどんな敵でも1万ぐらい出せるって考えたら強いなって個人的には思っちゃうんですよね。あとは全体的に狩りでいけば、もちろん MP の消費とかが激しいんで、他の武器を選ぶ可能性は高いですけども、2フラム効果というかねもあるので、そんなに悪くないかなと。MP 消費だけですかなっていう印象ですけどね、個人的には。いや、今みたいに山びこというか入るとやっぱ強いな。あとはこのブラバニクイーンも獣なんで、外貨の装備してればそんなに火ダメはないかなっていう、ラリフォーマーだけっすね。なんといってもこれかっこいいんだよな。それでね、こうやって呪文耐性下げてくれたりってしてくれるので、他のね呪文武器とかも組み合わせてメガモンとかでもね倒しやすいなと。とにかく武神の剛剣とセットで持ってたら相当強いんじゃないですか。守備力も下げてくれたりするわけだし、強いと思ってます。お、連続呪文。ただこうやってアンコール戦法やってると、MP の消費がやっぱり非常にきついんで、魔境の栄翔やってないんですよね。おっしゃ、倒したっていう感じですね。もうだこれだけあれば、レベル30、ブラバニクイーンレベル30は本当アンコール戦法で簡単に倒せるというね感じでした。はい、参考になったかわからないですけども、メドローは強いぞという、動画のつもりです。はい、またよかったら次の動画も見てください。それじゃまた。